はい、ともゆきです。では今回もピーチを使って練習していきたいと思います。はい、ということで今回は、まあ、ちょっと初めてのオンライン対戦をやっていこうかなと思います。では行ってみます。よし。角を抜く。よGo!
け。必殺
た。はい、ということで、まあ、ちょっとね、やってみたんですが、やっぱりなかなか動かない。なかなか操作がね、うまくいかないと。まあ、大体こんなもんなんですよね。まあ、どんな技が、その相手、実際のその相手に対して効くかっていうのが、なかなかこう、わからないから、どう技を振っていいかわかんないみたいなのが結構、やっぱありますね。で、ここはやっぱりその CP 戦と違うところなので、ある程度その操作が慣れたら、まあ、オンライン対戦で実際に技を使っていろいろ試していくと。で、今回ちょっとやって思ったのが、横火のこの、これですね。これがすごい強いなって。やっぱりその相手はこれを警戒してるし、で、これ結構意外とやっぱりリーチもあるじゃないですか。で、この株持った状態でもこの横から攻撃できるっていう、この、これすごい強いなって今回すごい思いましたね。やっぱりこの距離で、まあ、株を投げるのか、それとも相手の隙見せた時にこれで、押し置きするのかみたいな。まあ、そこが最初の駆け引きになってくるかなってところですね。まあ、それ以外ね、やっぱりその、こういう最低空とかっていうのは、最低空空母とかっていうのは、強いんですけど、やっぱりそのリーチが短いので、相手の懐までこう近づかないと、あんま意味ないっていうか。だからその近づくまでのところって、結局やっぱ株持って、ここで攻め際みたいな感じですね。あと一応横には投げれるんですけど、まあ、そんなになんか、まあ、ちゃんと、まあ、こういう距離、まあ、適正の距離でちゃんとしっかりこう投げてタックをかけに行かないとなかなか強いって感じではなかったですね。まあ、それよりもここら辺でこう、待機して横火だけ狙ってる方が強いなみたいな、そんな印象はちょっと受けました。まあ、意外とその使いやすいなって思ったのが、これですね。この、やっぱり小ジャンプ株投げからの、まあ、空炎だったり、あと空前ですね。これ結構やっぱ使いやすいなってすごい思いましたね。やっぱりその横に行くんで、このリーチがあるし、かつその、株があるんで、目の前に行くと。まず株を投げてからやるってことで、意外と使いやすいかなって感じですね。やっぱ剣士系のキャラはすごいリーチがやっぱ長いなって思ったので、その周りっていうか相手の得意な周りで結局戦わないというか、ここがちょっと、まあ必要かなと思いました。まあなんかこう、やってて思ったのは、やっぱこの、これ横火がやっぱ強い、せいか、なんか相手が結構ビビって攻めてこないっていう気はしないでもなかったですね。だからうまくやればこう、読み合いがこうスムーズにいきそうな気はしないでもないって感じですね。まあ相手のキャラにもよるんですけど、こう冬をうまく使って、こう、どう使うのが効果的なのかってところは、まあ次回以降ですね、ちょっと試していきたいかなというところですね。はい。ということで、まだまだ修行が足りないんですが、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter リンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。